ちは。今日も来ます。意識低い系普段着物リハルです。今日は4月の何日21か、はい、の木曜日です。これからね、仕事に行くのに着替えようかなと思います。で、まあ、今日仕事に行く前に、着替える前に片付けをね、そう、これを畳みたいなと思ってたんですけど、時間が微妙なので今日は畳みませんっていう感じです。はい、そう、今日ね、仕事に行く前にちょっと寄り道をしようかと思っておりまして、そう、津田沼、千葉県の津田沼っていうところにあるタンス屋さんにね、ちょっと行ってこようと思います。っていうのが、今ね、タンス屋さんで鼻緒の付け替えをやってくれるらしくって、そう、このね、冷蔵用の草履のほら、鼻緒のここのところとかね、もともと、なんだろう、エナメルっぽい何かでこうなってたんですけど、もうボロボロになっちゃって、ここら辺とかもね。なので、そう、台はね、割と綺麗だし、多分そんなに履いてないような台なので、もったいないなと思って、なのでこの鼻緒だけね、すげ替えて、で、あの、まあ、9月にある結婚式出席するのに向けて備えていこうかなっていうふうに思っております。なのでね、今日ちょっと早めに家を出て、で、津田沼行って、で、仕事行って帰るみたいな風にしようかなっていう風に思ってます。タンス屋さんにはね、本当に最初の方もうリサイクルで本当にリーズナブルに普段着物を揃えたいっていう時に非常にね、お世話になりました。私の家からまあ行きやすい範囲でにあるそのリサイクルショップとか、リサイクルの着物屋さんの中で、そのタンス屋さんの、しかもあの津田沼の店舗は非常にね、あの、品揃えというか、まあ、私の欲しいものが多く揃ってるなっていう印象のお店でしたね。あとは店主さんがね、結構そういう、なんていうの、着物を選んだりとか、相談に乗ってもらったりっていうので、結構お世話になってるのでね、個人的には非常に信頼を置いてるお店ですね。タンス屋さんはなんか多分、全国にあるのかな、まあ、結構いろんな県とかに店舗がある会社っていうのかな、で、なんですけど、結構ね、その店舗によってイメージというかカラーというかが違うっぽくって、そう、千葉駅にもタンス屋さんがあるんですけど、その千葉駅の店舗と津田沼の店舗でもまたなんか雰囲気とか、置いてるお品物のなんていうの、まあ種類っていうかカテゴリーとかが結構違ってきたりするのでね、まあいろいろ巡るのも楽しいし、あとは、まあ、私はあの、幸運なことに、なんていうの、お世話になる店舗っていうのが、お世話になりやすかった店舗っていうのがあったので、そこでね、すげ替えをしようと思います。そう、家の近くにね、あの、鼻をすげ替えられるお店がなくって、行くなら、付け替えしたいなら、もうなんか郵送でどっかのお店に頼むか、もしくは東京まで出て行くしかなくって、なんかそのためだけにわざわざ東京まで出るかみたいな感じなんですよ。うちの立地がすごく田舎なんだけど、東京に行こうと思えば行けるけど行きたくないみたいな、そういう距離感なんですよ。まあ中には、あの、働いていらっしゃる方で東京に毎日ここから通勤するっていう人がもういるっぽいんですけど、私は絶対やりたくないっていう、そういう距離感ですね。はい、というわけで今日着るのがこの朝のリネンかなの着物にしようと思います。あったかくって、そうなんですよね、あったかいので、まあちょっと涼しめの着物でいいかなと思いつつ、ただ帰り道が寒くなるかもしれないな、日が落ちてからぐっと天気気温下がるかなとか、あとあの、なんだ、雨が降るっていう予報だったんですよ、天気予報で。夕方とかからなんかかなりの高確率で雨が降るっていう話だったから、ちょっとね、傘持ってかないといけないなっていうのと、まあ濡れても平気な、よいしょ、衣類にしとこうかなっていうのでこれにしました。ただね、あの、日が落ちてから寒くなることを考えて、羽織は着てこうかなとかっていう風に思ってます。そう、薄めの涼しめの着物プラス、まあ、軽めの羽織っていう風にしとけば、暑い時は脱げるし、寒い時は大丈夫だしっていうので、とりあえず着物を着てからですね、羽織は、まあ、そういう感じで今日は温度調節していこうかなっていう感じですね。よいしょ。
それなりの気温までは着物って本当にあの体温調節がフレキシブルにできる衣類だなっていうのをよいしょ思いますね。着物生活始める前までは普通に洋服を着るっていう生活をしてたんですけど、なんか洋服ってそのなん難しいな、まあやりようはあったんだろうけど、ただまあ特にさあったかく着ようとした時の着膨れとかのでダサくなる感じとかっていうのが洋服は結構大きいじゃないですか。着物に関して言えばまずその中に着込んでも言うほど着膨れしないっていうこのねこう着物自体のおおらかさっていうのがあるので、寒い思いっていうのはまずしなくて済むっていうのが着物生活というか生活の中で着物という衣類を選ぶっていうことについての一番のいいことだなっていうふうに思いますね。よいしょ。そうとにかく着物はあったかくできるし、あとはまあ工夫次第ではそういう体温調節も羽織で着たり脱いだりっていうのもやりやすいし、小物でねこう手袋とか襟巻きとかでその穴を塞げばあったかいし、穴を逆に開けとけば涼しいっていうそういう調節の仕方ができるんですよ。なので本当に真冬とかでももう本当寒いじゃないですか、外出ると絶対コートとか着てあったかくしないと無理なんですけど、ただね電車とか室内とか入ると逆に今度暑くなって汗が噴き出すみたいなことになりかねないわけですよ、着物を着てると。っていう時にこの、まあ、コートを、まあここの宮津口塞がってるけど衣紋は開いてるから、そのマフラーみたいなの取って衣紋をしっかり出して、あとこの手袋みたいなのをね、私はいつもアームカバーで腕を覆ってるんで、そのアームカバーを取ればもう本当にこれな生腕生腕っていうかもう本当に何も着てない腕が出てくるので、この袖口のところから、コートはここ塞がっててもここは開いてるからこの袖口から冷気が入ってきて、あの汗が出ないようなちょうどいいところになってくれたりするっていうのがありますね。ありますねっていうか、この冬終えてもう冬はさすがに終わったと言っていいでしょうって勝手に思ってるんですけど、まあ、この冬を過ごして非常に思ったことですね。穴を塞げば暖かい、穴を開ければ涼しいみたいな、それが着物の生活、その普段着物でいいことだなって思った、着物を着たい理由になりますね。これは冬場の温度調節が本当楽です、おすすめ。そんなわけで今日はプレタの朝のリネンの着物で、まあ、軽めに涼しい感じで、でも夜寒いかもしれないから羽織だけ着ていこうみたいな。あとはアームカバーも一応カバンの中に入れとこうかな。そうアームカバーするだけで、っていうかアームカバーあったらもはや羽織いらないかもしれないな。いいかな羽織。どうかな、アームカバーだけでいけないかな。首にストールと巻こうかな。そっちにしよう、やっぱり。帯付きにしよう。着ながら、こう、その日の体感温度と、まあ、天気予報とかいろいろ兼ねて、どうしたら一番心地よく過ごせるかなっていうのを考えるのが、楽しいね。自分にとってどうしたら心地よくなるかっていうのを楽しく考えられるっていうのはいいですよね。なんかめんどくさいけど考えとかなきゃとかじゃなくって、その考えること自体が楽しいし、しかもよいしょ、今日これにしよう。帯もね、小袋帯にしとけばお腹が冷えることは絶対ないから、いいやこれで。しかも自分の体にとって心地のいいことっていうのを考えるっていうのはね、楽しい、楽しいっていうか、それを楽しめたら本当に最高だよなっていうふうに思いますね。なんかどうしたら自分がおしゃれに見えるかとかそういうことじゃなくって、自分の体にとって何が心地いいかみたいなことを考えるっていう、私はそういうことだけを考えて生きていきたいと思いました。まあその結果多少なんかおしゃれに見えるか見えないかだったら見えた方がそりゃいいよねぐらいの気持ちで、おしゃれはプラスアルファぐらいで考えてるんですけど、でもこの着物のこの形もさおしゃれだよね、知らないけど。
まあそんなに綺麗に着てるわけじゃないから着物は、私はあれなんだけどさ、よいしょ。そんなわけでささっと着てささっと出ていこうって感じですね。何も考えたくないときはこの丸首の白い細い帯締めをしとけば、絶対にどんな着物を着ててもどんな帯をしててもまあ基本浮かないし、丸組だから適当に結んでもなんかよじれてて変みたいなことは起こらないって感じですね。よいしょ。さあどんな花がまずあるかなっていうのと、どんな花にしようかなっていうのと、楽しみだな。合わせる着物の写真も携帯に入れてるから、それを店員さんに見せて、そう、普段の店主さんいるかな、まあ、店にいたらちょっとそのどんな花を合わせたらいいかっていう相談に乗ってもらおうと思いつつ、どうせ気に入った花をがもし、あ、これがいいみたいな風に私の心を捉えて話さない花をがあったなら、誰が何を言おうがどうせそれになるんだろうなと思ったり、まあなんかそんな感じですね。よいしょ。でこのストールね、あの2枚重ねにしてたのを1枚に分解したらかなりね、あのボリューム感がすっきりした感じになりますね。でも広げたらね、こんなに横幅がこれなんですよ。めちゃめちゃでかいんですよ。でこのストール私もう使いまくって洗いまくって使いまくってるので、相当手触りがね変わって、ふわふわのトロトロ状態になって、もうずっと巻いてたいってなります。でまあ適当に後ろにこの絵文のところに詰め込んどくとあったかいから、絵文のところに詰め込んどこうっていう感じですね。いやこれで、はい。ストールももっとねおしゃれな巻き方があるんだろうけど、あとはあのアームカバー縛ってしまってあったのをこのカバンの中に入れて持っていけばいいかな。これでどうだろうね、寒いかな、やっぱりちょっと寒いかな、どうかな、やっぱ羽織も着とくかな。はい、一応羽織もじゃあやっぱ着てこ、男物の大島の羽織です。これね、見厚口が開いてないから、これ1枚着ると相当な防寒性能を発揮してくれる優れもの。しかも人形袖になってるから、あの袖をこうやって持って入れるっていう動作がいらないっていうのもすごくお気に入りポイント。なんか上着一枚羽織るのにこう袖をこう持ってこうやるのとかめんどくさくないですかって私は思っちゃうんですよね。それぐらいズボラな人間なんですけど、まあそれでもね、いろいろな工夫と昔の人の知恵って言っていいのかな、でね、着物生活を非常に快適に楽しめております。そう、かなり防寒性能変わってくるんだけど、ただやっぱ袖口がね大きいので、本当に寒い時はここを塞ぐ必要がある。逆に言うとここさえ塞がなければ、よっぽど気温変化がない限りそんなになんか意外とその対応できる温度の幅が大きかったりするので、はい、非常に優れものですね。というわけでこの格好で行ってこようと思います。本日もご視聴ありがとうございました。もしよかったら高評価ボタンとチャンネル登録をお願いします。それではまた別の動画でお会いしましょう。バイバイ。